アネットブーティンはライブ USB を作成し CD や DVD なしで様々なシステムユーティリティの起動や多くの Linux ディストリビューションやオペレーティングシステムのインストールを行うことができるクロスプラットフォームなユーティリティであるこのモードではブート可能な USB メモリや USB ハードディスクドライブを作成できる特徴としては Ubuntu 上のアネットブーティン同一デバイス上への 複数のインストールはサポートされていない。アネットブーティンに含まれているメタデータはとても古いので注意すべきである。例えば、ドロップダウンメニューで提供されている最新の Linux Mint はバージョン10であるが、公式の最新リリースはバージョン14である。しかしながら、ユーザーが最初に ISO イメージを手動でダウンロードすれば、アネットブーティンは、 起動可能な Linux Mint 14の ISO ファイルを USB デバイスに書き込むのに使用することができる。このモードは Win32 ローダーと同様にネットワークインストールもしくはフリューゲルインストールを CD なしで行うことができる。アネットブーティンの際だった特徴は多数の Linux ディストリビューションに対応していること、ポータビリティ、ISO イメージを含むカスタムのディスクイメージをロードする能力、 そして、Windows と Linux の両方に対応していることである。Ubuntu のベビーと異なり、Win32 ローダーと同様に、アネットブーティンはディスクイメージではなく、パーティションに対してインストールを行い、Linux と Windows のデュアルブート構成を行う。ありがとうございます。